でこっち側方面はみんな大体できるやん。でこう来たら忍びでこう持っていったりとか。でも大体イエースでも外へ流すようにできること多いねんな、中学生高校生になってきたらな。ほんならこう行って忍びでこう入ろうと思ったらここでチャージング取られる。こっち行くふりして待っててここでチャージング取られることがあるから、そういう時なんかにこう一回時計でやったらもうこっち側から終わってしまえば、本来広いとこ行くぞ、こっち側に入っていって勝負するよっていうふうに持っていく方法もあるよな。でそのそれの地の蹴りの使い方、こう入っていってこうついて、そうそう、こういうふうについてくるんだけど、こういうふうについてくるんだけど、左手ついていってこっち側から行くんだよね。左手ついていってでこっち行くよって左足に手かけておいて、左、右で左手で右でついてて、はい、右に向こう側にバーって抜いていくよと、一歩目で見せかけといて、見せかけといて、で、左に行って、はい、手はバックシュートみたいな感じだ。こっちだけ、外にやってから、こう行って、パンパンで、最後の形だけやってみて。そう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 、というのを最後に付け加えてみましょう。